シール買いました。これ色番号がわからないのね。ジップロックに入れてお店屋さんでこれくださいって言おうと思う。これください。マック表参道店。何見てんだよ。だって仕方ないじゃん、壊しちゃったんだから。入店。すいません、これなんですけど、これ割れちゃってケースの後ろのが剥げちゃって、同じ色を求めてるんですけど。似てるのはこの辺ですよね。こっちこの辺ですかね。別にあんなことしなくてもカードで調べられるんだって。ジップロックに入れてお店屋さんでこれくださいって。お恥ずかしい。一生懸命探してくれたけど、壊してしまったチークはもうないらしい。悲しいけど新しいのに出会いました。ありがとうございます。やった、おニューの買いました。ポジティブポジティブスーパーポジティブポッ。新しいチークを手に入れました。ハロー、アサギーニョーです。どうしたんだいハニー、そんなに顔をあからめて。そんな照れなくてもいいのに。いいえ、違うの、新しいチークなの。新しいチークを買いました。前の動画を見てない人は見てほしいんですけど、私の今まで使ってたチーク粉々に割れました。思い出しただけでも出てきそうですけど、あの子のことが忘れられなくて、前のチークの色がもう廃盤になってたみたいで、あれが良かったのに。でそれに近い色で前よりももっと気に入るものをと思って、一緒に探してもらった、店員ちゃんと一緒に。そして見つけたのがこちら、じゃーん。名前はラブジョイ、エンジョイ、ラブジョイ、ラブジョイ。あなたも私もラブジョイ、ラブジョイ、ラブジョイ、ラブジョイ。あなたと私とラブジョイ、ジョイ。これを買いました。はじめましてのお目見えです。皆さん温かくお守ってください。お見守りください、お迎えください。拍手でお迎えいただきたいです。わー、なんだかとってもキラキラ。私ね、キラキラってねあんま好きじゃないんよね。結構マットなものが好きで、ファンデーションもそうだし、あのチークももちろんそう、ハイライトもそうだし、ラメが入ってるものってなんだかちょっと膨張してしまう気がしてね、私の顔の場合は。そしたらまあ良かったね。まあ見てくれ、私のチークの入れ方。私は頬骨が出てるのね、出てるの。すっごく今まで悩んできました。高校生の頃からこの頬骨をどれだけいかに削るか、整形して削るわけにもいかないので、これはシェーディングの効果もあるようなブラウン系の色なんですよ。頬骨の上に逆に乗せてしまう。ドン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 。え？一番出っ張ってるところに塗ったら、そんなのもっと膨張してもっともっと出て見えるんじゃないのって。そう思いです。そう思いの方もたくさんいらっしゃると思いますが、このような暗い色、シェーディング効果のあるような色を入れることで顔色が良くなりつつ、シェーディング効果もある。そういう私、長年生きてきて、研究結果が出ております。ちょっと今回、塗りすぎちゃいました。はい。ということで、今回は、これからは私の顔を作り上げてくれる、こいつと共に一緒に生きていきたいと思います。前回のマックのチークが未だに忘れられなくて心の傷になっていますが、でもこの新しい仲間と出会うためにあいつは去ってしまったのだと思います。ポジティブポジティブスーパーポジティブポッポッ。じゃあ次の動画も見てね。前の動画を見てない人も見てね。バキン。たくさんの奇跡が今日終わらない。こんな真夜中にもみんなに動画がお届けできるのも全てスノーさんのおかげです。スノーさんありがとう。みんなも言いましょ、ありがとう。みんなも悲しいこと、辛いことがあったらポジティブポジティブスーパーポジティブ。